自分の角度まで上がったら、その手と手の間から上見てみてください。上見て、上見て、その手が今の位置よりもちょーっと後ろに来るように、と引いていきます。これ体の前側伸びてます。伸ばして、伸ばして、伸ばして。でそこからね、ちょっと後ろに下がっていると思いますが、上に向いている顔を前に戻してもらって、いきますよ。背もたれから顔前に向いてます。私が見えますね。背もたれから背中を離します。よっと。そう、離して、これが自立している状態。指を全部開いてもらっていいですか、パッと。これ、ヤシの木のポーズと言います。足はつま先をつけて、かかとを持ち上げていきます。つま先立ち。はい、もっと伸びます。はい、そして肘を折り曲げてもらって、肩甲骨後ろ側。じゃあ呼吸と一緒に行きますね。で吐いてゆっくり力を抜く。丸まっている腕を伸ばして前に習いをしていきましょう。呼吸と一緒に。息を吸いながら腰から伸ばして、バンザーイしていきます。上手ですね。で吐いたら、指を肩に触って足もぐーっと伸ばすようにして上向き。座面持っとってくださいね。背中丸くして顔前にぐーっと下げたら座面から手をね離します。前屈、はい、だらーんと下に腕を下げていいですよ。腕がねどん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 重たくなります。お腹使います。腕を下げたままと下に降りてくる。はい、下の手上に持ち上げて、今度反対ですね。一回倒れて、こっち、そう。下ろして、こっち重たいです。ずーっと下に下がっていきます。はい、これ持ち上げますね、上に。あ、乗ってます。はい、顎の下から手を離して、顔を下に向けながら、だーっと下に腕を下げる。そのまま、後ろ側、背もたれですね。ここに持っていって、ここ持って、胸を張って、もう一回上向けます。伸ばして、はい、上を見ましょう。上を見るのがね結構大変ですね、うん、それでいいんです。それで合ってます、合ってます。胸、首、顎、顔で後ろの人が見えるかなというふうに振り返ってます。そうね、そう、背もたれをですね自分の方にぐっと引き寄せるようにされるともうちょっと背がしっかり伸びると思います。自分の方に引いてみてください。曲げていきます。限界まで。はい、下ろして。はい。うまくいけるようだったら、指先をつけて、はい、そこから反対ですね。さっきと反対の手を上。はい、そのままキープです。上の手を見てみてくださいね。そして上の手をしっかり伸ばしましょう。息はしておられますか、皆さん。息してくださいよ。ぐーっと伸びをしていきますよ。前の手を後ろに、はい、これリバースを入れて、ちょっと色が濃くなってきました。はい、戻して、 OK。 引いてやる。体の側面が伸びます。息してね、吐いて、と、スンと、下ろしていきます。回して、ぐるーっと後ろに、はい、前、また反対、吸って後ろ、ぐるー、吐いて、回せと、吸って、体のひらを胸の前です。じゃあ皆さんこれで、椅子のヨガはこれで終わりにしていきますね。皆さんお疲れ様でした。